ねずっとまみちゃんです。今日は東京からユニバの夜行バスに乗ったら体の状態はどんな感じかを検証します。イエーイ。ですねタイトル名面白これで僕今ね東京にいるんですけども、今からね夜行バスに乗ってユニバに遊びに行くんですよ。で僕ね、まあ、20代前半時からですね、まあ、夜行バスに乗ってもね全然ねへっちゃらってたんですけども、僕もう27なんですよね。でまあアラサーなんですけども、まあやっぱ25超えてきたら体ってまあ変化ってまああるんですよね。で今回ですね、まあ、これからねユニバに夜行バスで行く方もねいると思うので、今回ですね夜行バスでユニバに行ったらですね、まあ、果たしてユニバ楽しめるかをねちょっとね検証してきます。で今ねバスタ新宿にいて、今からね夜行バスに乗ってで、まあ、ユニバに行くんですけども、夜行バスもね、一番安い値段の2200円の夜行バスに乗ってね、行ってきます。で、今回ね、乗る夜行バスは4列シート。まあ、座席数が2もね、まあ、普通のまあバスの、まあ、感じの夜行バスね、乗っていきます。果たしてどんな感じか。で、俺ね、夜行バスで普通に寝れる人間だよね。で、結構ね、夜行バス関連で質問来るのがさ、寝れるかどうかの不安があるんですよ。で、正直言ったらね、まあ、椅子に座って寝れる方ですね、寝れるかなと思います。けどね、ちょっとね、まあ、縦揺れがあるんですよね、もちろん。だから、縦揺れかつ、椅子に座って寝れる人だったら、大丈夫かなって感じがしますわ。で、今からですね、まあ、早速ね、乗っていくんですけども、いやー、もうね、夜行バスもね、なんか最近ね、あんまね、乗りたくなくなってるんですよね。それこそなんかちょっとね、寝心地がいい夜行バスってあれですよ。まあそういうのはいいかなと思うんですけども、こういうね、まあ、ちょっと安めっていうか、めっちゃ安いやつって、やっぱもう、ガタガタが結構あるよね。正直言ってガタガタもあるし、結構幅も狭いですね。うん。で、今回それに乗ってね、ちょっとね、やっていきますわ。で、今日ですね、21時50分発で、7時10分にユニバに到着するんですよね。で、明日の営業時間が9時から19時という営業時間ですね。で、7時10分に着いたら、果たしてその入場待ち列を待つんじゃないですか。そこも体力的に大丈夫かも、ちょっとね、見ていきます。結構ね、なんか面白い結果になるんじゃないかな。で、今回乗るのは21時50分の南草津大阪 USJ ブルーライナーってやつですね。で、これね、夜行バスによったらね、トイレがついてる夜行バスとついてない夜行バスがあるんですよね。で、このトイレがついてない夜行バスは基本的には、まあ、サービスエリアにね、しょっちゅうね、泊まるんですよ。で、そこで済ませないといけないんですね。で、まあ、トイレがついてる夜行バスにもね、まあ、サービスエリア泊まることがあるんですけども、まあ、基本的にね、まあ、安い夜行バスは、まあ、トイレがついてないことが多いです。でも、稀にね、ついてることがあるんですけども、まあ、今回ではあるな。で、これに関してはですね、一応ね、まあ、夜行バスもね、最低に乗ってるんですよね。まあ、ついてるかついてないかは。まあ、それでね、確認して、まあ、取るのがいいかなって感じがしますわ。今回どっちか忘れてんな、ほんまに。ごめんなさい。ね、乗り場がね、D10 っていうところだから、そこに移動しますわ。こっち側やな。いや、ほんまにもう、これバスターミナルだけど、めちゃくちゃでかいね、やっぱな、東京のバスターミナルって。基本的にね、バスの集合時間で、バス出発時刻の10分前、もしくは20分前なんですよね。だから結構ね、ギリギリなんですよ。それこそ結構10分前がね、結構多いからさ、まあ、それこそさ、10分前から電車ちょっと遅れたら、もう乗れないぐらいなんですよ。だから結構ね、シビアやから、俺は結構早めに来てるんですね。で、待合室もあるから、そこに座って待っとくんですよ。うん、だから皆さん夜行バス乗る方はですね、まあ、結構時間はギリギリなんで覚えてください。で、これ夜行バスね、乗る方に結構質問来るんですけども、もちろんね、まあ、背もたれね、後ろに下げることができるんですよ、寝るときにね。で、まず後ろの人にね、まあ、もちろん一声かけてくださいね。そこで、まあ、ちょっと。変な感じになっちゃうこともあるから皆さんそのことですね、覚えててください。じゃあ待っとこうか。ここで D10 南草津大阪 USJ。 おー、来た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 。俺が今回乗るバス。おお、すごい。こんななんかめっちゃガラついてねえけど、誰これ。ああ、宮田メンジか。シャンプーハットか。さあ乗りました。ベルトの着用のご協力をお願いいたします。
早く着いてんけど、こんな早く着くことある？まだ6時やで、朝の。天王寺着きました。本日のブルーライト。ちょっといろいろ早すぎ。6時10分ぐらいで。到着予定7時10分やで。6時台に着く、いれば着くやん。で、お客さんもめっちゃ少なくなったわ、一気に。え、でも着いたん早っ。まだ6時やで。着きました。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございます。これね、もう今日7時10分着やったんですけども、ちょっと早く着きましたね。でもね、大体ね、夜行バスでそのぐらいの時間で着くこと多いんですよね、ユニバに。うん。大体このぐらいの時間帯で覚えてください。でね、今からね、行くんですけども。まあ、ゲストの数は、まあ、多くはないですね。やっぱこの時間帯から。結構ね、朝早いからね。6時台って。あ、でもそれでもさすがユニバやな。この時間帯。普通に街列並んでるわ。もう大体前からもう5列ぐらいのね、街列並んでるね。うん。で、おそらくですね、まあ、役場で来た方はですね、まあ、このままね、列に並ぶ人もいると思うんですけども、やっぱ朝食とかで、まあ、ユニバーサルシティウォークって言って、まあ、USJ からユニバーサルシティ駅までの間に、まあ、いろんなね、まあ、レストランとかですけども、まあ、そこでね、まあ、ご飯食べる方もね、いらっしゃると思うんですよね。で、この役場で来た場合のですね、まあ、このね、まあ、どんな感じか、空いてるのか空いてないのか、そういう件でちょっと見ていきますわ。いや、マジでさ、もうごめん。まあ、夜行バスで来たからか、髪の毛ボソボソやわ。いや、ほんまに。あ、ちょっと風呂入りたいな。あ、でも基本的には、もう店とかはもうバリバリ閉まってるわ。まあまあまあ、それはそうよね。この時間帯とかやったら、まあ空いてないとこが基本的に多いという感じですよね。うん。けどね、一応ね、マクドナルドは空いてるわ。だからここでね、まあご飯食べることは一応できます。あとさ、タリーズコーヒーとかもこれは空いてんねんね、一応。あとなんかね、スタバとかも空いてるわ。この朝の時間帯で。あ、でも結構まあ、なんやろ、ね、ゆっくりできる系の店空いてていいな。タリーズコーヒーとかスタバとかマクドとか。あとなんか、まあ、コンビニとかも一応空いてます。だからまあ、夜行バスで来た人もめっちゃ感じだった。夜行バスで来たとしてもね、店がね、全部閉まってるわけじゃないから、まあ、そこはまあ安心かなって感じがしますね。で、今からね、まあ、並ぶんですけども、まあ、ちょっと見ないうちに列伸びてましたわ。まあ、これはちょっとまあ、しょうがないですね。で、体の状態なんですけども、やっぱり夜行バスって、一晩ね、椅子の上で過ごしたんですよ。だからまあ、背中がちょっとガチガチ。だから背中かけて伸ばしとかないと、なんかちょっと、気持ちよくないなって感じがするわ。っていう感じかな。まあでも人によったら首とかもそうなのかな。うん。っていう感じかな。うん、俺ね、結構昨日ぐっすり寝てたんですけども、もし夜行バスとかが苦手でぐっすり眠れない人はですね、ちょっと大変かもしれないですね、そう考えたら。あ、でも全然いけるね。やっぱもう夜行バスで寝れるか寝れないかがだいぶと変わるかなって感じがするわ。うん。今からちょっと行くけどさ、今日の衣装真っ白やな。マスクもそうやって。まあ、かぶってたニット帽も真っ白やったし。で、今日はですね、なんか7時半にね、アーリーパークインしました。で、このね、まあ大体、まあ今日は30分ぐらいに多分普通にオープンするのかな。で、今日はですね、7時50分にね、オープンしました。結構早くオープンしたね、今日。それでは、オープン。で、ユニバにはですね、マジで一瞬でね、入ることできたわ。いや、やっぱもう夜行バスで来たらね、もうすぐに入れるね、やっぱり。それが一番の特権かもしれないですね、やっぱり。で、まあ、今回ですね、まあ、体の調子を見るためにですね、アトラクションを1個乗ろうかなと思ってるんですよ。体の調子を見るために乗るっておかしいけどさ。で、今回ね、乗るのがフライングダイナソーね、乗ってきます。で、このダイナソーなんですけども、ユニバの全アトラクションで、一番ね、体に重力がかかるんですよね。うん、だから、まあ、ダイナソーを乗れたら、まあ、他のも大丈夫かなと思うんですよ、正直言ったら。果たしてね、それでね、まみちゃんの体の調子見てきますわ。じゃあ、やってきました、ダイナソー。現在、20分待ち。まあ、一瞬で乗れるね、朝一は。はい、じゃあね、ダイナソー乗ってきたんですけども、まあ、乗ってきた結果、まあ、特には普通にね、楽しみました。けどね、やっぱずっとね、まあ、背中とかがずっとガチガチ状態続いてるんですよね。で、俺前ね、夜行
バスに乗った時に思ったのがさ、結構メグリズムってあるじゃないですか、まあ、あれを貼ってたらね、結構それが和らぐんですよね。だからね、これからね、夜行バスってユニバに来る方はですね、このメグリズムをつけてください。なんかずっとなんかだらけ行ってるような感じがして、ちょっとね、歩くのもね、ちょっとだるいなって感じがするんですよね。だから、夜行バス乗ってる時もですね、もうユニバは始まってるみたいな感じがするから、そういうことですね、覚えてください。でもまあ逆にアトラクションとか乗らずに、まあ、ショーとかレストランとか中心に回れたらそこまで心配する人はないと思うけどさ、もう丸一日パークでがっつり遊ぶ方ですね、そのことはですね、覚えてください。っていう感じかな。はい、じゃあ今日ですね、夜行バスで東京からユニバに来たら体はどんな感じかをね、検証していきました。ぜひね、これからね、ユニバに行く方はこの動画を参考にしてください。以上、永遠に青春は夜行バスのもめちゃんでした。何それ。はい、じゃあこれからもね、いろんなね、楽しい動画をお願いします。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーン。